チーム小在所ラジオ神楽屋怪奇探偵団。皆さんこんばんは。始まりましたチーム小在所ラジオ神楽屋怪奇探偵団。番組進行役でありカグリンマジリスペクトお姉さんの徳若美希です。今日もここエクスパーサ小在所よりお送りします。やあみんなに会えて嬉しいよ。神楽屋怪奇探偵団団長の神楽夏希です。今回の神楽屋怪奇レポートはいつもと違う内容になっているから最後まで楽しんで聞いてもらえたら嬉しいな。皆さんこんばんは。今日もリスナーさん改め団員さんを怪奇の世界にお連れしますわ。神楽屋怪奇探偵団副団長の穂波あかりです。もうそこまで春の足音が近づいてきてますね。そういえば前にお話ししたモグラ調査に出かけるのにもいい季節になってきましたわ。団員の皆さん今の聞いてくれましたか？6回目にしてやっとちゃんとした挨拶で始めることができました。これこそがラジオ番組ガルラジオ。感動する。事前に打ち合わせしてよかった。もう2人ともやればできるんだから最高。オープニングからブラボーの嵐よ。ドクちゃんそこまで感動すること？当たり前でしょ。番組最終回にしてやっと理想のオープニングができたんだから喜ばない方がおかしいわよ。カグリンってば相変わらず冷めてるっていうか無関心な態度なんだから。まあでもそんなところも可愛いんだけどさ。ちゃんと説明してくれたら最初からこれくらいやれたよ。ちょっとカグリン、どの口が言ってんのよ。さっきの可愛い発言は撤回。可愛さ余ってなんちゃらよ、もう。まあまあ、徳ちゃんさん、過ぎたことはさておいて素直に喜びましょう。理想のオープニングができてよかったですわね。パチパチパチ。さあさあ、先に進めていきましょうね。あかりちゃんは相変わらず落ち着いてるというかマイペースというかなんか人ごと感があるっていうか、私たち3人のラジオなのに、心からのお祝いを申し上げたのに、それに3人のラジオ、この神楽屋怪奇探偵団は聞いてくださっている団員の皆さんのラジオ。まあいいヘリクツ。それヘリクツ。もうオープニングがいい感じにできたと思ったらあっという間にいつものドタバタにもじょっちゃったって言っちゃったじゃない。もう元通りだね。そうだね。もうこんな時はいつものあれやりますよ。やりますよ。はい、今日もお姉さんの意見は絶対だからね。ちゃんとやってよ二人とも。はい、返事だけはいいんだから。さてと、あかりちゃん、団員さんからのお便り紹介してもらっていいかな。今日はできるだけたくさんの投稿を読んでいきたいからね。はい、では今日最初のお便りは団員ネームベニウメさんからの質問です。皆さんこんにちは。こんにちは。神楽屋怪奇探偵団ではオカルトや超常現象ユーマなどを取り扱っていますが、自分は子供の頃恐竜が好きで、そこから今も生きている古代生物だったり幻の生き物みたいな感じでユーマなどにも興味を持つようになりました。皆さんがそういったものに興味を持ったきっかけなどがあればお聞きしたいです、だそうですが、徳ちゃんさんからお答えいただけますか？私は単純でありきたりだから話すのがちょっと恥ずかしいぐらいなんだけど、女子によくある占い好きが高じてって感じかな。西洋のタロットや占星術、手相、人相、生命判断とか、ありとあらゆる占いにハマってね、いろんなところに占ってもらいに行くうちにその世界の深さに触れて占いの世界をもっと知りたいと思うようになったって感じかな。あかりちゃんは小さい時の思い出がきっかけだったよね。はい、お二人にご協力いただいたあのことがきっかけですが、まだラジオではお話ししていなかったかもですね。ああ、そっか、ここでは話してなかったっけ。私が幽霊に興味を持ったのは初恋のお相手が幽霊さんだったからなんですよね。皆さんびっくりしますよね。まあ結果的には私の記憶違いだったのですが。あの事件、初めは不思議だったんだけど謎が分かればなんだって話だったよね。本当に
でも事件を解明していく中で真実が分かってよかったです。真実がどうであれ、幽霊や妖怪に興味がなくなることもなかったですし、まだまだ知りたいことがいっぱいありますわ。そうだね。いつかきちんと団員さんにもこのお話できるといいね。それで最後はカグリンだけど、カグリンさんは天才的知識と好奇心の行き着いた先の一つがユーマとかの怪奇現象だったんだって言ってましたわよ。ほんと？ねえカグリン、そうなの？そんな単純なことを。ねえねえ、僕のきっかけを本当に知りたいですか？その話聞くだけの覚悟はありますか？いや、あの、どうしたのカグリン？まあ、人には人の事情がありますからね。あまり詮索するのは良くないかななんて、さあ、オープニングトークはこの辺にしておいてと。大ネームベニウメさん、これからも幻の生き物の探求続けていきましょうね。この番組はネクスコ中日本ドワンゴの提供でお送りしましたですわ。お送りしますですわ。チームご在所の番組をお聞きの皆さん、こんにちは。ガルラジチーム岡崎のメインパーソナリティ水戸遥香です。パーソナリティの大泉舞です。同じく万歳千佳です。私たち仲良し3人組がお届けする元気お裾分け系ラジオ、こちら岡女放送部は絶賛オンエア中です。元気があれば何でもできる、岡女を聞けば元気になれる、元気がある。おい時間だよ。絶対聞いてくださいね。いろいろと気になるところはあるけど、最初のコーナーです。あかりちゃんお願いします。はい、それでは行きますね。あなたのマイルールを教えて、神楽屋怪奇探偵団の掟にしますですわ。バチ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 。徳ちゃんさん、内容説明の早口はもうやらないんですの？お、前回の特別会でやったやつ、いいねいいね、やってやって。あかりちゃんお願い。いえ、徳ちゃんさんがまたチャレンジするかと思って聞いてみただけですわ。私がやるとは一言も言ってませんわよ。あ、私は前回やったし、ここはあかりちゃん好きの団員さんのためにもぜひチャレンジしてほしいな。かぐりも聞きたいよね。あかり、挑戦してくれなきゃダメだよ。女子小学生の意見は絶対だよ。なんてね、冗談はさておき、あかり、僕からもお願いするよ。ファーストシーズンのラストだし、団員さんにサービスするのもいいんじゃないかな。そうそう、お願い。あかりちゃん、ファンもラジオの向こうで応援してるよ。あー、そこまでおっしゃるなら仕方ないですわ。では行きますね。このコーナーは番組お聞きのリスナーさん、かわいい。あかり、もうワントライ。もうワントライ、頑張りますわ。このコーナーは番組をお聞きのリスナーさんこと団員さんが自分で決めているルールや必ず験担ぎなどをご披露していただき、セルフ早送り、早送り。お二人とも準備はよろしいですか？おっと、新しい。そういう手を使う。あかり、いいよいいよ。でもちゃんと説明しますわね。お仕事ですもの。そうだね。はい、はい、とにかくですね、はい、これはですね、はい、番組お気に入りリスナーさんこと団員さんが自分で決めているルールや必ずやる験担ぎなどをご披露していただき、私たち3人と一致したものを神楽怪奇探偵団の掟にしようというものですわ。はい、いつものように、はい、テンポよくいきたいと思いますので、まずは私が団員さんのお名前とマイルールを読みますので、はい、その上でそれぞれがそうかなと思ったらイエス、違うかなと思ったらノーと言ってくださいね。お二人とも何もなかったですわ。いやなんか和んだよね。本当にですわ。カットですわ。カットじゃない、カットさせないよ。はい、ですわ。お二人とも準備よろしいですか？はい、はい、ではではコーナーを進めますね。最初は団員ネームパイナップルジュースさんからのマイルール。夜9時を過ぎたらご飯は食べない。さあどっち？イエス。ドクちゃん。無理だよ。なっちゃいますわよ。続いては団員ネーム煩悩さんのマイルール。欲しいものがあってもすぐには買わない。さあどっち？イエス。
明かりはまあお金の差よね。なくなっちゃいますわよ。置く場所とかあるだろう。そうね、現実的ですわ。次いきますわ。ダイネームラブさんのマイルール、会話するときは相手を大好きな人だと思って話す。さあどっち？イエス。おいいね。うんうん、まだまだありますわよ。ダイネーム潔癖症さんのマイルール、バスタオルは毎回洗う。さあどっち？ノー。え、はは、おお、次いきますわ。ダイネーム小麦さんのマイルール、朝はだいたいパン食である。さあどっち？イエス。おー、明かりはそうなんだ、ね、美味しいですがよ、うん、そしてこれが最後です。ダイネームアッパラッパーさんのマイルール、金曜日の夜にカレーを食べる。さあどっち？ノー。あー、揃えましたわね。そうだね。ということで以上6つのマイルールをご紹介しましたが、まずは3人が一致したマイルールは、ダイネームラブさんのマイルール、会話するときは相手を大好きな人だと思って話すですが、うんうん、このマイルール実行はしていないんだけど、いいマイルールだなと思ってイエスにしたんだよね。あ、私も、うん、私もですわ。ねえ、3人とも一緒だ、すごい。でも本当いいマイルールよね、うん、だって好きな人には自分のことをちゃんとしてほしいし、相手のこともちゃんと知りたいし、そう思って話すといい結果しか生まれないわよね。私はカグリンマジリスペクトだから、これからはカグリンと話すように他の人とも会話するわ。あら、徳ちゃんさんはこれから私と話すときもカグリンさんだと思ってお話しされるのですか？違う違う、あかりちゃんはあかりちゃんで、カグリンとは違った意味で可愛いから大好きだよ。団員の皆さん、誤解しないでくださいね。二人とも妹みたいに可愛いってことですよ。言い改めるね。これから他人と話をするときは、大好きなカグリンやあかりちゃんと話すように話す。うんうん、ありがとうですわ。私も徳ちゃんさん大好きですわ。ありがとう。よかったね。では意見が一致したので、団の掟に採用ですわね、うん、ご唱和ください。一つ。はい、一つ。会話するときは相手を大好きな人だと思って話す。会話するときは相手を大好きな人だと思って話す。八つ目の団の掟が決まりましたわ。他にも気になるマイルールはありましたか？あ、そうだね、金曜日の夜にカレーを食べるってマイルールなんだけど、これって必ず毎週なのかな、それともカレーを食べるなら金曜の夜ってことなのかな。僕は毎週金曜日だと思ってノーにしたんだ。私は金曜日にしか食べないのかなと思ってノーにしましたけど、徳ちゃんさんは？私は毎週だろうが金曜日しかだろうが、どっちだとしてもノーにしたよ。お、どういうことですの？いや、カレー大好きだからさ、どちらにしても毎月最大4回しか食べられないって私には無理。徳ちゃん食いしん坊だね。でも9時以降は食べちゃダメだよ。食べちゃいますわ。でもらしいね。それにこのラジオ聞いている団員さんたちにもおなじみのネタだろうし。もうカグリンやめてよ、自分から話題振っといてなんだけど、また食いしん坊キャラ扱いだ。ちょっといいですか？私他のマイルールで気になったものがあるんですけど、お二人はバスタオル毎回洗わないですの？そうだよ。ほら、私一人暮らしじゃない、洗濯のタイミングが合わないっていうか、毎回だとバスタオルだけのために洗濯機回すことになるから、そんなには洗えないよね。うん、風呂上がりの綺麗な体の水分を拭いただけだし、乾いたら同じじゃないのかな。徳ちゃんさんはらしい理由ですけど、カグリンさんはらしくない意見で意外ですわ。うん、でもですよ、2回も使ったらすぐに生乾き臭くなりそうじゃないですか。なんかふわーっていう、なんか菌がうようよ増えて不潔ですわ。でもさ、毎日洗っても室内干しなら完全に乾ききるまで時間がかかるし、その間に菌が増えてそうな気がするけど。え、私2回じゃなくて3回ぐらいはそのまま使うことあるよ。
あとさっきさりげなく徳ちゃんさんはわかるって言ってたけど、どういう意味かな、あかりちゃん。3回って信じられないですわ。いくら風呂上がりとはいえ、一度使ったタオルを次の日にもその次の日にも使うって考えられないですわ。そう、私平気だもん。だってさ、菌がつくって言ってももともと自分の体にいた菌でしょ。健康上問題ないし生理的にどうかってだけでしょ。もしかしてあかりちゃんって潔癖症？そこまでじゃないですけど、本当にダメなんです。毎回絶対毎回洗いますし、お二人ともそうしてくださいよ。どうしたのかぐりん。どうしたんですかかぐりんさん。なんだかラジオで流れているのにどうでもよさそうな日常のことでワイワイしてるなって思ったら、つい面白くなっちゃってね。このたあいもない会話っていいよね。カグリン、それよそれ。怪奇探偵は私たちの本堂だけど、せっかくラジオなんだからこんな脱線ゆるトークももっとやりたかったな。カグリンさん、どうでもいいことじゃないですわ。このタオル問題、後でじっくりお話ししましょうね、お二人とも。だってあかりの意見は絶対ですわよ。なら、また決め台詞を言われちゃった。ほらほら、そろそろ締めるよ。以上、あなたのマイルールを教えて、神楽屋怪奇探偵団の掟にしますでした。ラジオ神楽屋怪奇探偵団。カグリンがコーナーを閉めるなんて珍しいこともありましたが、ここからは私、徳若が担当の、これって他とは違うの？ところ変われば品変わるん。パチパチパチ。三重に来てからもうすぐ1年になる私、徳若ですが、地元では当たり前のことがここでは特別なことだったり、かぐりんやあかりちゃんには普通のことが私には特別なことに思えたりすることから、皆さんの住んでるところでは当たり前のことだけど他とは違うと言われたことがある、そんな体験談を送っていただいて、そのことについてああだこうだと3人で話をするコーナーです。では早速なんだけど、かぐりんあかりちゃん、トーチトワリングって聞いたことある？トーチトワリング？知らない。あ、私聞いたことあります。以前愛知から来た転校生さんにお話を聞いて、ちょっとクラスがざわざわしたのを覚えていますわ。そうなの、愛知出身の団員さんから何人かからかな、同じようなお便りが届いてるのよね。この話しても他県の人に通じませんっていう内容で、このトーチトワリング学校の野外研修でやるらしいんだけど、団体で行う火を使ったパフォーマンスなのよね。キャンプファイヤーの点火トーチってわかる？それをこうぐるぐる回したりする。わかりやすく言うとハワイのファイヤーダンス的なパフォーマンスなんだって。いろんな技もあって、しかも夜の暗闇の中で集団でやるから圧巻の光景らしいよ。へえ、変わった行事だね。ちなみにファイヤーダンスの中でもナイフの先に火をつけるポリネシアンのダンス、ナイフファイヤーダンスって歴史がある踊りだと思うでしょ。でも実は1940年代頃に始まった比較的新しいパフォーマンスなんだよね。相変わらずいろいろ詳しい。一体どこでそんな情報を得るんだか。大好きな気候番組で見たんだ。あの番組だ、前言ってた金高さんのやつね。そうそう。話を戻すと、愛知の小学校、中学校、高校まで 100% ではないんだけど、結構な数の学校でやってるらしいのよね。周りの県ではキャンプファイヤーはやるけど、このパフォーマンスはやらないらしいよ。あら、私この話転校生さんの冗談だと思ってたんです。だって生徒が火の棒を振り回して踊るって。何の情報もなくその話聞いたらそりゃ冗談だと思うわよね。実際愛知の学校ではやってるんだね。でもなんでこんな変わったパフォーマンスが行われてるんだろう。それも愛知だけって。
うん、調べたところ、キャンプファイヤーに火をつけるとき、ある先生が盛り上げるために火を振り回してから点火したところ、生徒たちが大喜びで、そこからそのパフォーマンスが恒例になって、その後ファイヤーダンスの要素を取り入れた団体パフォーマンスとして多くの学校に広まったみたいなの。1970年代頃から行われてるらしいから、50年近い歴史があるのよね。火を使うパフォーマンスって危なくないのでしょうか、あちちってなりそうですけどね、このパフォーマンスするためにすっごく練習するんだって。やっぱり、それに今は火じゃなくてケミカルライトでやってるところもあるさよ。あるあるあるそうよ。あ、そうそう、あるみたい、ね、ケミカルライトを振り回すパフォーマンスってなんだかオタゲーっぽいね。カグリン、オタゲーにも興味あるの？興味があるっていうか、海外の知り合いから日本の不思議を教えてって連絡が来てね、それがオタゲーのことだったんだ。ああ、なるほどね。じゃあこのパフォーマンスはファイヤーダンスって説明するより、今はオタゲーって言った方が分かりやすいかもね。でもなんで周りの県に広まらなかったのか、調べてみたけどちょっと分からなかったんだよね。何かそれなりのわけがあったんではないでしょうか。ところ変われば違うんですねっていう程度でいいんじゃないでしょうか。あ、大人的な発言だね、あかりちゃん。でもそうね。じゃ次の投稿です。 LINE ネーム7号さんからのお便りです。かぐりん、あかりちゃん、とくちゃん、こんばんは。こんばんは。私は子供の頃、お地蔵さんや神社でお参りすることをまんまんちゃんあんと言っていて、親にはよくほらまんまんちゃんあんしてきとよく言われていました、関西から東京に引っ越した後もお参りするたびにまんまんちゃんあんってなんだろうと思います。ぜひまんまんちゃんあんの正体について教えていただきたいです、ということですが、これ関西の方言なんですね。前々回でもあったけど、このコーナーやっぱり方言に関する投稿が多いね。でも僕たち3人ともそうだけど、最近は方言はあまり使わないよね。私は話し言葉としてはあんまり使わないけど、 SNS では結構使うかな、方言。まあ SNS も標準語ですわ。だって他県の方ともつながってますし、方言だと伝わらないこともあるんじゃないでしょうか。僕も使わないな。徳ちゃんと僕たちの間にはジェネレーションの谷があるみたいだね。何そのジェネレーションの谷って、何かの引用語？今作った言葉だけど、僕たちは物心つく時からネット環境が当たり前で、小学生でもスマホを使いこなしてるし、徳ちゃんとはその違いが大きいのかなって思ってね。物心つく時からもうネットがつながってて、小学生でスマホ持ってんだもんね。そりゃジェネレーションの谷だってあるか。なんだかおばさんって言われてるような気もせんでもないような。おばさん、なんで関西弁になったんですかね。まあまあまあ、そんなことはありませんし、考えすぎですわ。たくちゃんお姉さん、たくちゃんお姉さん、たくちゃんお姉さん、持ち上げられてる。ささお姉さん、本題に戻りましょう。そうだった、まんまんちゃんあんの正体について教えていただきたいってことですが、これはまんまんちゃんが南無阿弥陀仏の関西弁用事語で、最後のあんはあなとうとしの用事語で、合わせて合唱の動作を意味したということだそうです。ということで、団員ネーム7号さん、こんな感じでよろしいでしょうか。まんまんちゃんって響きがいいね。なんか柔らかい感じがいいですわね。さてお時間もよろしいのですわ。以上、これって他とは違うの？ところ変われば品変わるのコーナーでした。今回の勝手に CM は、三重県の人気観光地をあいうえお作文で紹介します。では早速。絶景、鉄塔の高さ日本一、頂上からは琵琶湖も望める御在所ロープウェイ。インスタ映え間違いなし、工場夜景萌えスポットの聖地、四日市工場群。海に浮かぶ海洋動物の楽園、イルカ島。イルカと触れ合い、アシカのショーが見られます。江戸時代風のレトロな街並み、お祓い町、おかげ横丁。オカルト、ユーマ、超常現象すべてお任せ。
神楽屋怪奇探偵団。最後バッチリ決まりましたわね。以上、勝手に CM のコーナーでした。ラジオ神楽屋怪奇探偵団。それでは最後のコーナーです。カグリンよろしく。では神楽屋怪奇探偵団レポート。パチ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 。このコーナーは僕たちが日頃追いかけている怪奇現象のレポートを団員の皆さんにこの場を借りてお届けするコーナーだけども、今回は番組が最終回ということで、これまでのことを振り返る特別バージョンをお届けするよ。まさしくラジオ神楽屋怪奇探偵団のレポートですわね。うん、そんなところだね。でもただ普通に思い出話をしたり感謝の気持ちを伝えるのは私たち3人らしくないってことで、最後にこの徳若美希の演出による別れの言葉お聞きください。かぐりん、あかりちゃん、じゃあやるよ。はい。今第6回目の放送が終わろうとしている。目を閉じるとラジオ神楽屋怪奇探偵団の思い出がまるで昨日のことのように蘇ってきます。揃わなかった一番最初のタイトルコール。揃わなかったタイトルコール。二人のわがまま放題に切れた私、切れた徳ちゃんさん。地元感がないと団員さんからの指摘、団員さんからの指摘。ミーティングをぶっ飛ばしての海外旅行、とっても楽しかったですわ。モグラのレポート、きっかけをありがとう。三重県総合博物館、ありがとう。三重県総合博物館。気取った DJ 風、そして大きくなった徳ちゃん。太った私。実は三重発祥、天むす味噌カツ。天むす味噌カツ、すごいぞ三重県。お世話になった一升瓶、一升瓶。松阪牛は三重の宝。美味しかった穂波家のすき焼き。南米のユーマ、チュパカブラ。赤チュパカブラ、青チュパカブラ、キチュパカブラ。他のチームをリスペクトした5回目の放送。一生懸命パクりました。私たちを温かく見守り育ててくれたリスナーさん、改め団員の皆さん、ありがとうございました。これからも私たちのことを見守っていてください。見守っていてください。僕たちは今日旅立ちの日を迎えました。さまざまな思い出をかみしめながら力強く歩み始めます。歩み始めます。お別れに思いを込めて伝えます。お姉さんの意見は絶対。徳ちゃん、本当は最後にこの言葉を言いたかっただけじゃないの？うん、違う違う、思い出に感謝を込めた別れの言葉よ。本当？皆さんどうでしたか？第1回からの振り返りできたでしょうか？さて次はネクスコ中日本からのお知らせです。ネクスコ中日本の藤田さん。はい、ネクスコ中日本の藤田幸乃です。ガルラジ最終回、チームご在所もラストです。みんなお疲れ様。私も神楽屋怪奇探偵団のアジトに潜入してみたいな。さてここでガルラジ最後の雪のクイズ。チームご在所の本拠地のある三重県は都道府県別犬の飼育率何位でしょうか？正解は第2位です。1位じゃないかい。まあそれは置いといて、大好きな愛犬と一緒に旅に出る人も多いよね。そんな人におすすめなのが三重県にあるエクスパーサご在所のドッグラン。愛犬のリフレッシュにぴったりだよ。足洗い場や水飲み場もあるし、走り回ってストレス発散。愛犬と一緒にのんびり休憩できるテーブルや椅子もあるので、ぜひ立ち寄ってみてね。さて藤田幸のコーナー最終回、皆さんまた会えるのか会えないのか、ネクスコ中日本の一社員の私は分かりません。なので念のため最後の挨拶はまたねにしようかと思います。
はい、てなことで藤田ゆきのがお送りいたしました。スタジオにお返しします。まったね。藤田さん、いつもいつもありがとうございました。さてさて、まもなく終わりの時間を迎えますが、団員の皆さん、そして徳ちゃんさん、かぐりんさん、どうでしたか？あ、もう終わるんだね。やっぱり寂しいな。うん、そうだね。まだまだたくさんの会期レポートを届けたかったし、この番組で継続調査になったレポートのその後も伝えたかったし、でも僕たち以外にも怪奇現象に興味のある人がたくさんいることをこのラジオを通して知ることができたからよかったかな。そうですわね。私たち3人も同じ趣味でつながって、そしてラジオの向こうの皆さんともつながって、本当にたっくさんの人とつながってることを実感できましたもの。マニアックな番組に付き合っていただいた皆さんには本当に感謝しております。ご紹介できなかったものも含めてお便りや投稿もたくさんいただきました。ありがとうございました。で、綺麗にお礼の言葉とか言ってみたけど、やっぱりまだまだ続けたいな。お別れするの嫌だな。徳ちゃん、これはお別れじゃないよ。このラジオを聞いてくれたみんなはずっと団員だから。そうですわね。神楽屋怪奇探偵団はこれからも怪奇現象に挑んでいきますわよ。皆さんの周りで怪奇な事件が起きたら私たちを呼んでくださいね。いつでもどこでも駆けつけるからさ。だって団員さんの意見は絶対だからね。絶対ですわ。うん、うん、さて、本当にお時間になってしまいましたわ。名残惜しいですが、この番組はほなみあかりと徳若美希と神楽夏希でお送りしました。また会う日まで。この番組はネクスコ中日本ドワンゴの提供でお送りしました。ガルラジチームご在所第6回ラジオ神楽屋怪奇探偵団プラス。神楽夏希役小沢ありです。ほなみあかり役吉村遥です。徳若美希役松田理沙恵です。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。いや、頑張りました。なんかあんま締めっぽくない本編の終わり方で ね、明るい感じでしたけど、なんか結構いつも通りな感じでしたね。でも予定していた6回までのね、はい、はい、なんラジオは終わったということですけど、はい、でも今回も結構、はい、あの打ち合わせした感じが要所要所に感じ取られてましたね。勝手に CM のところとか、そうそうそう、うん、段取り感が結構あったけど、でもそれがね、うん、なんか最終回ということで、うん、ちょっと手作り卒業式みたいな感じがして、うんうんうんそうなんですよね。この手作り卒業式のところであの他のチームをリスペクトした5回目の放送って言ったら、うん、あのかぐりんとあかりちゃんが一生懸命撮りましたって言ってくれる、ここの下りが全然撮れなかったですね。笑私が永遠に笑う笑った本当になんか字面だけでは面白かったですけど、うん、いざ口にしようとすると本当にもう笑うみたいな知られて松田も笑っちゃうみたいな。そうそうそう、ね、そうきっかけ台詞のとこでねリスペクトしたみたいな。でありちゃんが今行きますって言って今なら行きますみたいな。すいません。ねえ、どうなんだ。あとまたこの、うん、あの卒業式のくだりで気になったのが、うん、力強く歩み始めますって徳若さんが言ったら、うんうんうん、はい、歩み始めますって2人が言ってくれるのかなって思ったら、うんうん、徳若さんも一緒になって、うん、歩み始めます歩み始めますって言っててこれはでもなんか卒業式あるあるじゃないですか。指示されないから自分も言うのかな、うんうん、大事なことだから2回言ったら、うん、締めの言葉ですからね。そうそう、なんか楽しかったです。あんまり松田記憶がなくて卒業式の、うん、あります？いや言ったなみたいな、なんとかな小学校ない小学校行ったね、なんだっけ、なんかクラスの委員長だけが立って言える件みたいな、はい、そうだね、うん、なるほど。もう覚えてないです。なんかネタとかでしか聞かないみたいな。本当にでも寒かったな体育館ぐらい。わかるですよね。あの時期寒かったよね。
でも誰もクシュンクシュンしてなかったかもしれない。貧血で倒れちゃった子がいました。え、その時期に、はい、なんか普通に卒業式の練習してる時に。あ、練習ね、あ、そうですそうです、卒業式の練習で。なんか花粉症はいなかったなって思えばびっくり。確かにあんまりいなかった気がする、ね、うん、皆さん、え、花粉症ってそんなに早くからなります？松田は小学校からだった。え、早ー、早い早い早い、早いじゃん。クシュンクシュンしてたんですけど多分、うん、なんか確かにズビズビしてたけど、うんうん、クシュンまでいかなかったかな。いや、嫌だよね、卒業式で目立ってクシュンするの。あ、確かに、泣いてると思われた。あー、なるほど、ズビズビ。私なんか一生懸命泣けるように頑張って感情を作ってました、ね、すごい、偉い。でもその気持ちすごくわかる。なんかみんな泣いてるのに自分だけ泣いてないから、なんか、うん、ここは泣いとかないと絵にならないからじゃないですか、うん、なんかすごい、はい、郷に入っては郷に従いしてました、うん、なんか私もあんまな、だってあの小学校で次中学、うん、だいたいみんな一緒だから。そうですね、どうしよ う, そうなんですよ。みんなすごい泣いてるけど私は、え、でも次中学行くだけだからなって思うだけで、ね、松田はどっちでもなかったんですけど、友達が笑っちゃう子だったんですよ、みんなが真剣にやってると、うん、ってなるタイプの子で、うんうん、道で笑うのを我慢してるのを見ながらハラハラしてた気がする , 笑うなよ、笑うんじゃない、頑張れと思う。そうなんだ、見てましたね、そういうのがね。うちのチームだけですね、きっと卒業式っぽいの。あ、他がどんなのかちょっと気になりますけど、ね、うん、今日ちゃんとね、皆さん普通のアコードさんですからね。そうね、いやでも私たち普通にちょっとずれたことするけど、あなたたちも割となんか、うんうんうん、堂々とずれてます。確かに、ね、ね、どういうかの風な感じになったのかすごい気になりました、ね、あと、あ、だ、そうだよ、うん、なんだっけ、一人ラジオのね、はい、ことか、どんな、あ、そうだ、一人で振り返って一人で終わるのかな。確かに、あ、涙ちょちょ切れる、ちょちょ切れる、久方ぶりに聞きました、はい、マリアが一人で進行して一人で泣くのかな。ミルルン、ミルミル、ミルミル、ミルミル。あと今日はあの、はい、あかりの早口言葉、一生懸命パクったの。そうでした、アゲインして、アゲイン、アゲインした。でもリッサが先週言ってた、先週前回言ってた、はい、言ってたことがすごい分かった。なんかこの文章だと噛む要素がないっていうか、はいはい、そんなにさ、はい、なんか、まあ、練習室では、はい、ね、うん、なんていうかトラップみたいな言葉もないから、はい、いけるいけると思ったら、んここで噛むみたいになるよね。焦りがね、焦りが、うん、めっちゃあそこめっちゃリアルでしたね。なんか皆さんの、うん、なんていうかあのピーってなっていく感じとか、うん、全然アドリブだったの、デリューさんの、ヒーガチ笑いしてましたから。高音が出たから、高音が出たからもう早送りした、ね、いやいや早送りの起点がさすがデリューさんでした。手慣れております。いやいや、あとゆっくり言っても言えないチュパカブラ、チュパカブラ、チュパカブラ、そう、なんか難しいよね、びっくりしたわ、チュパカブラっていうの、チュカパブラになりそうですね。だ、そうだね、チュカパブラって何じゃろうね、チュッパカブラね、頭と口がついていかない、うん、なんか、うん、いやすごいトラップがいっぱい今回もありました、ね、噛むたびに笑いがみたいなところがありましたけどね、うんうん、でも本当になんかよくその言えなくなってはハッハーってなってたので、うん、本当になんか6回第6回ですっていう感じはあんまりなかったのかなとは思ってました、アドリブ的なことで言うと、あとなんかもう、何々の言うことは絶対が浸透しすぎてて、うん、ね、カルラジアワードが欲しい、確かに皇后大賞ご在所チームのね、絶対絶対ご在所とご在所ご在所と絶対絶対ってやつノミネートされた。そうか、確かに、どうなんですかね、松田1回目この台本でこのセリフを見た時にすごい無理して流行らせようとしている感じに見えたので、なんか大丈夫かなって思ってたんですけど、皆さんがいっぱい使ってくださって、いじりながら浸透していったみたいな ね、他のね、あの皆さんはどういうのがあったのか、流行りの単語とかあるのかな、ね、無理に今行こうとしてるよみたいな。それが最初、でもワニワニとか言うのかな、あーそっかそっかそっか、確かに確かに、そういう、うん、あのアイドル的な、うん、アイドル的なのありそうですね、うんうん、ありがとう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 、誰が言ってるんですか、え、ありがとうって言ってんの、ほんとちゃん台本でですか、
なるほど、ありがちゅうみたいな、なんかおじさんみたいなキャラだね。なんかおじさん、おじさんの、おじさんありがとう言うの知らなかった。なんかちょけてる感じ。ちょけた。ちょっとやりたいですね、そのガルラジアワード。ガルラジアワードやりたいね。やってみたいね。やりたい。どういう時に使うのか、何が一番汎用性があるのか。めちゃめちゃ使いづらいですよ、うち。大丈夫ですか。王様、王様誰だみたいな。急に言い始めたら、えってなります。みんなついていけない。はい。で、ね。徳ちゃん先行だからね。それぐらいの温度感の言葉だったし。一番最初ね、みんなね、ついていけてなかったもんね。そうだよね。一人でヒューみたいな感じになってる。あったよね、これ感じ悪くないですかみたいなね、うん、なんかあかりとね、そうかぐりんは結構ついていけなかったり、感じする感じがね、こう大丈夫ですか徳ちゃん一人ぼっちですけど、うん、みたいな、ね、最後には皆さん言ってくれるっていう、そう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 、 LINE の皆さんにもこの業を背負わせるっていう。でもなんか今回一番なんか仲良くできた感じがする、全員がね、結構ガチ笑い多かった。ガチ笑い、はい、楽しい楽しい、というのね、楽しい時間はあっという間ということで、はい、そろそろ恒例となってきたカードのお時間です、はい、ガルラジ公式アプリで聞けるおまけトーク、ラジオ神楽屋怪奇探偵団日3つのお題を決めたいと思います。はい、これもじゃあ、うん、ラストですかね。じゃあ、うん、アリさん、前回ルルさんでしたね、うん、はい、いきまーす。じゃん、ルルさんのお誕生日か、ということで、はい、ルルさん、お誕生日おめでとうございます。嘘嘘、ありがとう。でもなんか嘘、他も全部全部聞いても、はい、今日なんか言われなかったなと思ったの、なんかこう、うん、誰が弾くとかの時もさ、あんまり、じゃあもう今日はありちゃんでみたいな、はい、近いから私でみたいな感じで、ありがとうございます。この後の秘密の方でルルさんのお誕生日会をしたいと思います、ありがとうございます。なんかもうファーストシーズン最終回なのに申し訳ない。こんな日に生まれてしまって、こんな日こんな素敵な時に生まれですよ。ありがとうございます。ではね、最後にお知らせ挟ませていただきたいと思います。ガルラジ公式アプリはアプリ限定トーク、私たちの写真付き収録レポート、キャラクターのつぶやきなど番組関連コンテンツ盛りだくさんとなっておりますので、無料アプリですのでね、皆さんぜひ Android、iPhone でガルラジと検索してみてください。はい、それでは続きはアプリの限定トーク、ラジオ神楽屋怪奇探偵団秘密でお楽しみください。秘密までが放送のね、全部一環ですからね、うんうん、皆さん、はい、ぜひあのルルさんのお誕生日会と、まあ、これまでのあの、うんうん、あれやそれやを話して、ファーストシーズンね、最後なので、はい、お話ししていきたいと思います。ここまでのお相手は神楽の月役小沢有と、本並あかり役の吉村遥と、徳若美希役の松田理沙絵でした。せーの、バイバーイ。